皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も一流の常識力ですね、遊んでいきます。さあシリーズ3ですね、のステージが31からですかね。そうですね、40までいきたいと思います。さあクエスチョン131、サフラン、まあ、どれ、わあ、 C は唐辛子ですよね。サフラン A って何ですかね。 D がサフラン、B はわかんないですけど、さあ行きましょう。ブブーっと、うんー、じゃあ B ですかね。ピポーンと、 A は糸唐辛子なんですね。 C が鷹の爪、 D は彼岸花。彼岸花、最近クイズ問題よく出ますよね。鬼滅さんで有名になりましたね、かなり。サフランは世界一高級なスパイスとも言われ、 1g 1000円から1500円にもありますと。ブイヤベースやパエリアなどに欠かせない香り豊かな香辛料です。いいですよね、やっぱいい香りっていいですよね。さあクエスチョン132、沖縄県以外でオスプレイが初めて配備された基地はと。おっと、岩国、山口県ですよね。他の基地はどこですかね。神奈川とかですかね。さあじゃあ岩国で、ブブーっと、違いますか。まあどの基地もよく耳にしますけどね。まあ今普天間基地とか話題ですから、じゃあ横田基地で、ピンポーンと。横田基地ですか。沖縄県以外の在日米軍基地にオスプレイが配備されるのは東京都の横田基地が初めてですと。2018年4月5日に5機のオスプレイが到着しましたと。あれですよね、なんか何でしたっけ、その場で飛び上がれるんでしたっけ、ヘリコプター。ちょっと忘れましたけど、さあクエスチョン133、緑茶はどれと。緑茶 A は青のりですか。ちょっとわかんない。全部お茶の葉ですけど、あれですよね、熟成させる時間でなんか紅茶とかウーロン茶でしたっけ、なんか分かれるんですよね。緑茶、でも煎茶とかそういうことですか。 C でいきますか。ピンポーンと、正解しましたね。 A はバジル、あ、バジルですか。 B はオレガノ、 D はパセリですか。緑茶だけ葉の形状が細長くなってますと。なんか全部お茶の葉に見えますけどね。さあクエスチョン134、民衆を導く自由の女神を描いたのは誰と。あ、ドラクロワですかね。フランシスコ・デ・ゴヤ、ウェジェーヌ・ドロクロワ、テオドール・ジェリコ、アンリ・ルソー。ん？ドロクロワ？ B ですか？ピンポーンと、作者はウェジェーヌ・ドラクロワ。そうですよね、 B の上ドロクロワになってますけど、間違いですかね。教科書にも出てくる有名な絵ですねと。先導する女性は自由を、あらわになった乳房は母性、すなわち祖国を表すなど、さまざまな理念を比喩で表現していますと。さあクエスチョン135、上司3人とタクシーに乗る場合自分が座る位置はと。ああ、入り口の近くですよね。まあ飲食と同じですよね、考え方は。ああ、あと1か2ですか。まあ多分運転席側は正面とかあれですよね、なんか事故を起こした時に危ない位置みたいな。だから1ですか。ピンポーンと、タクシーで末席ですかね、となるのは助手席ですと。運転手さんに道案内やルートの説明したり支払いなどを行います。なるほどですね、まあ、ルートはあれですよね、最近もうタクシーさんあれですよね、カーナビついてますよね。ではクエスチョン136、ランチュウはどれ。ライチュウですかね、ピカチュウ、ピカチュウ、ライチュウ、あ、金魚ちゃんのランチュウですか。A ですかね。ピンポーンと、ランチュウは A ですと。頭部に大きな、肉こぶ、なんでしょうねこれ、肉流、こぶがあり、背びれがないのが特徴ですと。あー、本当ですね、背びれないですね、上のところに。品評会に出されるようなランチュウは10万以上の値がつくんですね。B が馬金っていうんですかね、 C が竜金、 D がデメ金ちゃんということですね。さあではクエスチョン137、犬はどれと。まあワンちゃんは分かりますよね。おっと、
何ですこれ、モップ、あー C だけ、 C だけ出ると離りますけど C ですか。さあピンポーンと、答えは C だ。コモンドールって言うんですか、毛の長いワンちゃんですと。いやモップでこういう柄ですと言われたらどうしようかと思いましたけど、危なかったですね。牧羊犬などとして活躍しますと。もうこれはモップの完全に C と。ではクエスチョン138ですね。ムンクの叫びで橋の上の男性は何をしていると。あー耳をなんか押さえてますけど、耳を押さえてる、まあそのままですね。叫んでいると、あれ叫んではないんですよね確か。驚いている、喜んでいる、まあ会って驚いている、まあ耳をまず塞いでるからこちらですか。ピンポーンと、この絵は何かを叫んでいる男性の絵ではなく、手で耳を塞いでいる男性が描かれたものです。夕暮れ時に突然の幻覚、幻聴幻覚に遭遇して懸命に不安と戦ったムンク本人の実体験に基づいたものだと言われています。ああそうなんですね。いきなり幻聴幻覚ってなんかすごいダブルパンチですね。さあでは次クエスチョン139、ビールを注ぐ時に正しいものはどれと。ああ飲み会とかの、会社の飲み会とかでこんな感じですかね。ラベルが見えるようにするんですよね。で、D は片手、片手ダメですよね多分、両手ですよね。ということは A か B ですか。グラスと注ぎ口がついてるかついてないかですけど、つけたら衛生的になんか良くないんじゃないですかね。じゃあ B で。ピンポーンと、正解は B ですよ。注ぎ終わった後も、目上の人のビール残量には常に気を配るようにしましょうと。ああ、手弱にならないようにですね。手弱はあれですよね。自分で自分のお酒を継ぐみたいな。上司の方がそうならないように、あ、お継ぎしましょうかっていうのがいいんですかね。さあ、ではラスト、クエスチョン140。日本最南端の島がある都道府県はどこと。東京の沖ノ鳥島が確か一番最南端だったような、まあ、最西端とか最北端とかいろいろありますよ。4つありますからね。でも東京でしょう。ピンポーンと、合ってましたね。沖ノ鳥島。日本領土の最南端は東京都に所属している沖ノ鳥島です。ちなみに沖縄県の波照間島が、は人が住む島としても最も南に位置する島と。ああなるほどですね。あこれ覚えておきたいですね。波照間島ですね。さあそれではですね、今回の動画ですね以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。